神奈川区ゆかりの浦島太郎のメロディーに合わせて、さあチャレンジ。昔昔浦島は助けた亀に連れられて、竜宮城へ来てみれば絵にも描けない美しさ、乙姫様のごちそうにタイやヒラメの舞踊り、ただ珍しく面白く月日の経つのも夢のうち、遊びに飽きて気がついて老いと孫いもそこそこに、帰る途中の楽しみは土産にもらった玉手箱、帰ってみれば怖いかに元いた家も村もなく、道に行き合う人々は顔も知らないものばかり、心細さに蓋取れば開けて悔しき玉手箱、中からパッと白煙、たちまち太郎はおじいさん。お疲れ様でした。いかがでしたか？日頃から体調に合わせて取り入れることで健康、維持、増進、介護予防、フレイル予防が行えます。ぜひチャレンジしてください。さあみんなでフレイル予防。